はい、おはようございます。というわけでめちゃめちゃゆっくりして今から福岡県の大川市に向かいます。昨日ねぐるーっとなんか高速みたいなところに乗ってまたねこう帰ってくるのに回っとったけど、こっから入れたよねこっから入れたんですよだってナビで出てけえへんねん。もう反対側やからね、なんかナビやったらもうナビやったらそこのね出入り口を把握してないから、いやーまあいったねこっからね目の前の道からねこうやってこう右折してきてでそこの入り口から入れば簡単に入れてんねあ、まあ勉強になりましたわ。というわけで今から福岡県大川市に向かいます。はい、お疲れさんでございます。というわけで、積み終わり、相模原向けね、積み込んでまいりました。というわけでもうバラ系でしたね。うん、バラ系やったけど、まあ、もうピッツピチピッツピチにね、まあ結構でかいもんなんですけどね、もうピッツピチにねいろいろ形のやつを積んでくれて、まあほんま以前やっとった雑貨系のね手積みみたいな感じですわ。それをもう奥も上も隙間なくピッチピチに詰めて いかなあかんかったんで、まあほとんどね向こうの人がやってくれました若干血は騒ぎましたけどね、やっぱ慣れてる向こうの人がうまかったですね荷物の形とかがねやっぱり高さとか結構細かく分かってるんで、もう高さカツカツまでね積んでくれましたね。久々に荷物ちょっとねブレーキ踏んでキュッていうやつねちょっと前にやろうぜキュッていうやつ久々にやりましたね。もうケツもコンパネいらず、コンパネなしでね、ラッシングもないところまで急に積んでますからね。まあ、昔はそんなんやったらできますもんね。俺の時はお前ラッシングとかお前そんなのなんかお前パンパン積んどってみたいなね、別にモデルはいませんけどてなわけでですね、月着の相模原というわけで一回お家へ帰りたいと思いますんで大阪に向かっていきます。でまたちょっとね家で、ちょっとだけ休んで、ほんでまた日曜日相模原関東に向けて出発しようかなという感じでございます。まあ午前中にね積み上がったんですけど、まあ伝票待つのに40分ぐらいかかったねおお、で昼12時ぐらいになったから、もうちょうど12時前ぐらいだったから、ちょっと待ってよと思って、昼休憩とか挟まっとってよと思って12時前に来てくれました。はい、九州道を今走っておりますが、能型パーキング行こうと思います。一度行きたかったんですね、ご飯食べに。はい、というわけで、九州道でね、来たかったパーキング1位2位を争うぐらいのこの能型パーキングでございます、こちらですわ、この鶏天定食が食べたかったんでございます。もちろんね、なんか台っていうのがあったんでね、台にいたしました。何しかね、ここの鶏天定食、まあ台にしたんですけど、ボリュームがえぐいというのは聞いておりましたんで、もうね、噂通りものすごい量の鶏天が出てまいりました。さあ早速いただいてまいりましょうかね。ということで、もうご覧くださいこの顔、日本一不細工な顔で鶏天を食う男でございます。どんな顔で食おうがうまいのでございます。いやね、サクサクジューシーでございますよ。本場九州のね鶏天のタレは、まあここはね甘酢みたいな感じだったですね。ポン酢みたいなやつなんかなと思ったんですけど、結構ねだからあんかけのね甘酢みたいな感じでしたね。でこれね柚子胡椒がありましたんでね、それをねたっぷり乗せていただくと、やっぱもう柚子胡椒ってもうなんかもうね万能調味料やね、ほんまにね。というわけでこの量何個あんねんということで数えてますね。さあ結構な数あるんですよこれ。さあ何個やったでしょう、何回数えるんでしょうか。11個入ってました、全部で。鶏天11個、ご飯代この定食が850円ですよ。おかしな話ですよ。もう柚子胡椒が最高に合うんでございますよ。まあ柚子胡椒言うたらね余談なんですけどね、昔ね大阪の方にね夫婦でお笑いやってるね太平勝美さゆりいうコンビがおるんですよ。
その2人がね20年近く前かな、15年か20年ぐらい前にね、ボヨヨンラーメンいうのをね大阪でねやりましてね、まあできた時食べに行ったんですよ。ほんならね、太平克実がいてですね、お客さん、この柚子胡椒をとりあえずかけてくださいよ、柚子胡椒美味しいですよ言うてね、柚子胡椒かけたらとりあえず美味しいんですよ言うて、柚子胡椒頼みの経営しとったらね、なんか1年後ぐらいに潰れてましたけどね。まあこの鶏天は柚子胡椒頼みじゃないですよ。鶏もね、このタレも美味しくて、それあっての柚子胡椒ですからね。ほんとね、ご飯も結構てんこ盛り、鶏天がもうたっぷりありすぎて、なかなか減りません。ほんまに減りません。これ見てくださいよ、このクラスのやつが11個入ってるんですよ。一口じゃね、お口に入れへん、二口三口ぐらいのが11個入ってましたからね。いや、最高の鶏天定食、ごちそうさんでした。美味しかった。いやー、思いのほかすごい量やったね。まさか11匹も入ってるとは思う。11個もね、鶏天入っとったね。あれだけどお腹いっぱい。九州新幹線来えへんな。たまにね、通ってもなかなか来ないもんで、ね、はい、これはもうしばらくいらんな。一路大阪に向かって帰るとしましょう。イエーイ。というわけで今日は明るいうちに関門橋を渡ることができそうです。まあ、大阪関東東海なんやら、もうだから梅雨明け宣言出てましたね。まあ、こっちはちょっとまだどんよりちょっと雨もパラパラなんですが、まあ、関西の方、関東の方は晴れてるんでしょうかね。あ、今日は7月の16ですか。16じゃない、17じゃん。土曜日ですね。はい、時刻は14時40分。本州に帰ってまいりました。なんかちらっと今右見たら、なんか船の誘導管、なんかでっかいのんでロックとかダブルとか矢印とか、なんかめっちゃでかい電光掲示板みたいなのが光ってた。山口県です。本当はね、昨日も九州から関東行きやったから、まあ今日ね、帰ってゆっくりできとったはずやねんけどね。追いつかれるよ。これなんか追いつかれて、なんか初心者マークつけてんだけど、ずっと右走ってるよね、あれ違反ですよ。なんかもう覆面閉まったな、なんか覆面がパトランプを閉まって後ろについてたけど、また抜いていったな。ずっと追い越し車線を走ってるのはね、捕まっても文句言われへんからね、本当に。それはあれやからね、違反やからね。はい、山口ジャンクションでございます。もうあれやんね、俺もう、ナビを設定してないから、もう90度乗ったらもうね、そんな間違えることないかなと思うんやけど、ここはね、ボーっとしとったら中国道行くね。実はね、ちょっと前の道ところで、あれここなんか見覚えあるかな、ないかなみたいな、あれもしかして俺ここ中国道そのまま行ったかなみたいな風に一瞬思ってんけど、手前やった。でもここね、ぼーっとしとったらそのまま行ってまうよね、このジャンクションね。まあ別に中国道行ったからで、まあ30分ぐらいしか変わらへんねんけどね。さあ小谷でね、430を取って、まだね山陽道走っております。1回でね、小谷で止まったらね、4時間で帰れないね。ギリギリ帰られへん、もう一回止まらなあかんわ。というわけで、いい感じに夕焼けが迫っておりますね。はい、というわけで、家でね、ゆっくりちょっと休憩を休息を取ってから、
今日曜日の14時50分ですね。今はね、関東に向けて出発しております。まあ、決着の朝8時半かな着予定でございますんで、まあ、向こう行って近くまで行って、まあ相模原でね、そんな遠くないんで、まあ近くのところで、また寝ようかなという感じでございます。残念なお知らせです。足柄サービスエリアから伊勢原ジャンクション18キロ120分、事故渋滞発生しております。まあ、まだね、先はあるんですが、解消するかな、どうかな。まあどっちにしろそのまま突っ込むわけにはいかんですね。ちょっと時間調整しないと、そのままね、まあ正直に突っ込んでる場合ではないですね。20キロ160分に伸びとる。はい、夕方の掛川パーキングにやってまいりました。どこやったっけ、なんとか満腹食堂行ってきます。この先ね、渋滞してるから、ちょっとまあとりあえずここで飯食って、まあその後は解消されてたら行くし、なかったら止まるかもしれないね。はい、というわけで今日は掛川パーキングにぎわい満腹食堂でにぎわい定食なるものをいただきます。小鉢のね、豆もやしやね、なんかあの具もね、めっちゃいっぱい入ってますしね。これでなんかね、結構安かったですね。780円だから。で、またあのこの唐揚げうまいのよ、これめちゃめちゃジューシーなのよ、ジューシー本当に。いやー、最近のね、パーキングのね、揚げ物はクオリティ上がっとるよね、ほんと。こちらね、まるまるとしたコロッケもありーの。ご飯の方はもちろんこちら特盛りとなっております。大盛り特盛りはご飯ね、無料になっております。はい、もうなんかもう目玉焼き丼なんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてね、ほんと。隣はね、贅沢なステーキ丼もあるしね、結構こっちはリーズナブルやしね、使い分けるのもいいと思います。はい、美味しかったです。ごちそうさんでございました。うほ、渋滞が緩和されております。いやー、よかったよかった。もう中井から伊勢原渋滞3キロ5分、渋滞解消されましたね。事故渋滞、まあ結構大きかったんでしょうね。うん、ちょっとどんなんかわかんないですけどね。結構塞ぐような、ね、2車線ぐらい塞ぐような事故やったんだけどね。伊勢原から先綾瀬スマートインターチェンジ事故発生、8キロ40分。いや、やっぱ日曜日はね、やっぱ事故多いね。まあ、僕は恵比名から県央の方に行くんで問題なしです。はい、何事もなく恵比名ジャンクションまで来れました。いや、一時はどうなるかと思いましたけどね。まあね、事故から あれですね、交通渋滞は緩和されたようです。近いな。はい、厚木パーです。なんか、こんななんか広いんだね。あ、こっちにもあんねや。でもこっち空いてたね。その辺空いてたから、まあトイレが近
端っこ、はい端っこ、はい端っこ好き。電車って端っこがいい派と真ん中から座る派あるよね。トイレの個室もあるよね。はい、お疲れさんでございました。というわけで、ね、九州のどこだ、福岡県の大川市から、こちらね、厚木の方まで、厚木パーキングの方まで、ね、やってまいりました。1000キロぐらいなんかな、うん、どんなもんでしょうか、そんなもんでしょうか。まあ間ね、一回お家寄り道してまあ寄って、そんな感じで、ここまでたどり着きましたね。はい、というわけで、明日のね、まあ7時半ぐらいにここ出ようかな、うん、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。全国の女子高校生の皆様お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないと足諦め。サブチャンネル夢ひげグループモノマネチャンネルもよろしくお願いします。